航空写真に見る1984年頃の品川駅周辺。写真右一帯の着色されているところが貨物ヤードと新幹線の車両基地。現在グランドコモンズやインターシティが建っているところになる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成品川インターシティは東京都港区港南。 品川区北品川にまたがる超高層大型複合ビル。品川駅東口にあった旧国鉄の創車場跡地の再開発プロジェクトの一つ。河和不動産、住友生命、大林組が開発を担当した。品川駅東口地区再開発地区計画の A-1 地区にあたる。 1998年11月に竣工した。約35,564平方メートルの敷地に A 棟、B 棟、C 棟の3棟からなる高層オフィスビルとショップレストラン棟のショッピングエリア、ホール棟からなっている。また西側の品川グランドコモンズとの間には幅45メートル、長さ400メートルの品川セントラルガーデンがある。 同じく旧国鉄跡地を再開発して誕生した品川グランドコモンズとの再開発計画が中心となって2000年頃を境に品川駅東口は交通広場なども整備され大きく景観が変わった品川駅に近い方から A 棟ショップレストラン棟 B 棟 C 棟ホール棟が南下する形で立ち並んでいるまた各 ビルとも1階の部分のほか、2階部分にある、ペデストリアンデッキ、スカイウェイで連絡している。この、スカイウェイは隣接する、品川グランドコモンズの各ビルにも連絡している。オフィスを中心とした高層ビル。ビルは、総ガラス張りで、オーバル状の形をしたビルとなっている。近鉄エクスプレス、後期ホールディングス、フォーラム8本社、 アイデック、タキロン CI、北陸先端科学技術大学院、大学東京サテライト等が入居している。低層階は飲食店などの店舗が入っている。A 棟と B 棟の間にあり、飲食店や各種店舗が入っている施設である。また、毎週日曜日には、建物の前で、フリーマーケットが催される。オフィスを中心とした高層ビル。作りは、 隣の C むねとのツインビルとなっている。大林組、富士通パーソナルズ、ディーバフルークジャパン本社等が入居している。低層階は飲食店などの店舗になっている。隣の B むねとは連接して、ツインビルとなっている。NEC キャピタルソリューション本社、富士通ジャパン本社、ニコン本社及びニコンミュージアム、有限責任監査法人、トーマツ本部が入居している。かつては、 ソニー、品川テクノロジーセンターとして利用されていた。1階から2階にかけて、各種イベントセミナー、展示会など多目的に利用できる最大約700名、収容可能な品川インターシティホールがあり、地下1階に可し会議室と、YKKAP のショールームがある。品川インターシティと品川グランドコモンズとの間に、ある、緑地スペース。 幅約45メートル、長さ約200メートルで、敷地の海陸分により北側は、港区の管轄による、潮の公園、中央部分が再開発地区の公共空地、南側は、港区、品川区の管轄による、森の公園になっているが、空間的には統一された造りになっている。敷地内には、多くの樹木が植わっているほか、随所に、品川の町の自然をイメージした。 造形物が置かれている。周辺のビジネスマンなどの憩いの場となっている。再開発地区の A-2 地区に誕生したビル。2001年に竣工品川駅東口交通広場そばにあるオフィスビルである。インターシティとはスカイウェイでつながっている。ありがとうございます。